キーは、ロシアの男子バレーボール選手。ウクライナ・マキーフカ出身、ロシア代表。2012年ドンドンオリンピック決勝のブラジル戦では、第3セットでオポジットに配置され、チーム中最多の31得点を挙げて、逆転優勝に貢献した。218センチメートルという身長は、2013年、ワールドリーグの参加選手中、最長身だった。 2014年セブチャンピオンズリーグでは優勝に貢献するとともにベストブロッカーを獲得した。2016年怪我によりリオデジャネイロオリンピック出場を辞退。2018-19シーズンは日本でプレーする可能性が報じられ8月に V リーグディビジョン1のサントリーサンバーズに入団。V リーグでも実力を発揮し2018から19シーズンに得点を スパイク賞、ベスト6を受賞し、2019から20シーズンもベスト6を受賞した。そして、2020から21シーズン、最高主君選手賞に輝く活躍でチームを14、シーズンぶりの優勝に導き、サーブ賞、ベスト6も受賞した。2021年、東京オリンピック前の公式戦ネーションズリーグで、負傷を負い、2大会連続で怪我による、 オリンピック出場事態となった。ありがとうございます。